JR ウエストニュース。今回は和歌山エリアで運行している紀ノ国線サイクルトレインについてご紹介します。紀ノ国線サイクルトレインは紀ノ国線の紀伊田辺駅から新宮駅までの普通列車が対象です。乗車方法と注意事項をご紹介します。ポイントその1、お手軽にご利用いただけるよう事前の予約は不要です。ポイントその2、自転車を解体せず電車にそのまま乗車できるため降車駅でも駅から出たらすぐサイクリングを楽しめます。ポイントその3、乗車券のみで追加料金は不要です。紀ノ国線ではイコカも対応しており、ワンマン運転区間では車内の青色の乗車 IC 読み取り機にタッチして乗車できるので大変便利です。降車時は黄色の IC 読み取り機にタッチしてください。それでは列車の来るホームまで行ってみましょう。自転車の持ち運びはお客様ご自身でお願いします。他のお客様と距離を空けてご通行ください。ホームでは自転車を含め黄色い点字ブロックの内側で列車をお待ちください。駅構内や車内での自転車の移動時は危険ですので自転車に乗らないでください。では列車に乗車します。列車は揺れたり急停車する場合があります。ご自身でゴム等固定具をご準備いただき、自転車が転倒しないようしっかりと固定してください。混雑した車内で自転車を移動する際は周りのお客様へのご配慮とお声掛けをお願いいたします。車内では列車が停止してから自転車を動かしてください。駅構内の狭い場所などで歩行者とすれ違う際は一旦停止の上歩行者に道をお譲りください。跨線橋や階段等のある駅があります。ご利用の駅の状況をあらかじめご確認ください。和歌山県には魅力ある景色がたくさんあります。自然豊かな景色を見ながらサイクリングはいかがでしょうか。サイクルトレインを利用してより遠くまでサイクリングをお楽しみください。